はい、どうもコミです。さあ今日もクラクラ動画やっていこうと思います。今日はですねデイジージェムに関してですね話をしていこうかと思います。僕結構これ好きなんですけど、このデイジージェムがね、まあそれにしてもやっぱりこう環境がガラッと変わるとね、動画が活性化されていいですね。いろんな配信者の方がガツガツね動画上げてるんで、今戦術なんかも新しいのがどんどん出てくるんじゃないかと思います。とても楽しみですね。で、今日まあ見てくるのはこのデイジージェムなんですけども、これ一体何がこれの本質なのかってところをちょっと僕なりに考えがあるんで話そうというふうに思っています。で、この動画見てもらうとレイジジェムがどういうふうに強いのかで、どういう戦術に使えるのか、ただこの辺は注意しましょうねってところが全部わかると思うんで、ぜひ最後までご覧になっていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで早速内容に入っていきましょう。まずレイジジェムの能力全部確認していきたいんですけども、パッシブ能力、これは常に発言する能力です。ヒーローの特殊能力のボタンポンってやんなくても常にこの能力が出っ放しになってるっていう、とてつもないあれですね、能力なんですけども、これでダメージ上昇35、これレベル9のジェムの状態でこれです。はい、次ヒーローブースト、毎秒ダメージ上昇、これはヒーローの能力を上げるってことですね。つまり毎秒ダメージが30上がるんですよ。でもう1個、攻撃速度の上昇パーセント 13%、 要はグランドボーデンが 13% 攻撃を早く打つんですね。このなんていうのかな、こう、ため時間がなくなるっていう意味なのかな、ポンポンポンと殴っていくわけですよ。はい、まあ、この3つですよね。この3つが一番全て発言する場面って何だと思います？この3つが発言する場面、これね、オデヒーなんですよね。グランドオーデンにヒーラーつけたオデヒーなんですよ。で、このオデヒーっていうのが、おそらくこのね、レイジェムを使う時の一番大きな、エネルギーになるんじゃないかと、エネルギーっていうか、まあ、戦術になるんじゃないかと思います。どれだけ強いかって話なんですけど、それをまずしっかり見てもらうのがこの1本目。で、次は、ごめん、どういう風な戦術に使えるのかを見てもらうのが1本目だわ。で、次が、どんだけ強いのかを見てもらうのが2本目。で、3本目は、こういう失敗は気をつけましょうねっていう戦術面での、ところに話をしていこうと思います。まず、今これ、フロスティっていうのはもうサボりですね。別に何でもいいんですよ。フロスティじゃなくても何でも。別にフェニックスでもよかったかもしれない。どうせこれ、すぐやられちゃうからね。で、これ、ヒーラーがレイジ効果乗ってるの分かりますんで、おでんがガツガツ殴ってるんですよ。ものすごい勢いで、防衛を。これ、すさまじくないですか？で、クロスボウの陸から竹が入ってるんですけども、全然体力減らないんですよ。いくら撃たれようか構わねえって感じですね。つまり、この状態のグランドウォーデン、よほどの火力が集中しない限り無敵状態になって、ほら、今グランドウォーデンのが一瞬たけりましたけども、お構いなしでシューターと一緒に殴り壊していきましたよね。で、陸のクロスの下げ1本になったら回復し始めて、あっという間に体力全開です。で、この戦術が使えると何がいいかって、天才タイタンがね、すっげえ使いやすくなるんですよ。使ってみたらわかります、これは。呪文の枠で、ここのね、奥側にあるこういう、なんていうのかな、モノリスとかをこう壊すじゃないですか、天才タイタンって。で、これボックス配置に主に刺さるんですけど、で、その対策としてこの手前のこのクロスボウが置いてあるんですよ。おでひしたらお前そこでレイジ使わせれんぞ、分かってんだろうな、来んなよって言ってるわけですよ。言ってるんだけど、そのままゴーって行きたいわけですよ。って、レイジいらないんだもん、レイジジェムで。はい、で、あとはまあ中に入ったらジャンプとね、レイジの効果を使って、タイタンもさらに加速させながら、ヒーラーの回復量もさらに上げてこう押し込んでいくというわけですね。で、まあ僕ちょっと今回見習いウォーで一旦入れてます。はい。入れて、まあ体力のタイタンの体力を底上げできたらいいなとかね、いうふうに思ってたわけなんですけども、はい、こんな感じでゴンゴンといくと、まあちょっとヒーラーが全部やられましたね。まあしょうがないですかね。今回のこの村は、タウンホール16とはいえもうほぼ15なんですね。タウンホールが上がってるだけなので、まあ、そんなに苦もなく全開できちゃうっちゃできちゃいます。だから結構こういうね、荒いところがあっても問題ないんですけど、まあ本当に16の村になったら、もう少しね、村のちゃんと、配置に合わせた攻め方をやっていく必要はあるのかなというふうに思いますけどね。こういうストライカーとかもすげえ雑に投げて、村地にしてますもんね。これあんまり良くないですね。はい。あとはまあちゃんとヒーラー用のね、ホーミングの回収とか、赤爆弾の回収もバルーンでちゃんとできなかったところとかも甘いですしね。まあ甘いんですけど、こういうことなんですよ。天才タイタンをすごく刺しやすくなっちゃうんですね、これ使うと。
なので、レイジジェムを、使うことによる大きな効果っていうのは、このおでひがめちゃくちゃ強くなりますよっていう話ですね。はい、ここで使うレイジ1枠の節約が後のジャンプだったり、レイジ1枚として、中盤から終盤の、アタックの、過程で効いてくるっていう話なんですよ。では、このおでひどんだけ強いのってところをちょっと見てもらおうと思います。こちらをどうぞ。ですね、簡単に言うと無限オデヒーができちゃいます。無限オデヒーって本当に信じられないですよね。今までさ、こんなタウンホールの周りにさ、モノリス、キングあって、で裏にクロスボウも2本あってなんていうところにグランドオーデンのオデヒーをやっていこうなんて思わないじゃないですか。まあ思わないですよね。これができちゃうんですよね。別にレイジーをそんないっぱい使う必要もないって話なんですよ。で、まあ、今回は一旦このオデヒーがどんだけ強いのかっていうのを見てもらうだけなんですけど、ちょっとこれからこの無限オデヒー使った戦術なんかも開発できないかなとね、目論んではいます。で、まあ、それが出来上がったらまた動画にしていこうと思いますが、はい、こんな感じですね。モノリスに打たれてるんですよ、このオデン。これレイジかかってない状態でこんだけ回復するんですよ。ヒーラー5体ついてればね、全然やられる要素がないんですよね。まあ、ちょっとやべえなと思ったら、ちょっとレイジを打ってあげれば、まあ、余裕で間に合うというね。はい、こんな感じで、レイジ逃った瞬間にさらに回復一気にして、モノリスをぶち寄っていくと。まあ、モノリスのね、レベル2が少し弱くなってるっていうのもあるんで、なおさらこれが やりやすいんですけどね。まあ、ちょっとこの後の攻め方はね、いろいろ考え中です。とにかく、まあ、シューターとグランドウォーデンは合わせると、こんだけ奥まったタウンホールでも折れちゃうよっていうのが、まあ、ここで見せたかったことなんですけど、このシューターの中に、スパホグ入れたりとかするともっと強いのかな。もうね、使うタイミングがないんですよね。こういう風な使い方をしちゃうとね。まあ、それは、まあ別に、ね、無限オデヒーが見たいだけだから別にいいんですけど。ただそのタウンホールを取り終わってから一気に、このホグとかを使ってね、ガツッとこれを押し込んでいくっていうのもあるかもしれないな。ちなみにこの村、ちゃんとね、なんだっけ、マルチアーチャータワーと商談大砲2個、揃っています。まあ、まあ、それなりに、タウンホール16の、まあ、中盤に入るか入らないかぐらいなレベルにはなってんじゃないですかねっていう気がしますが、ホールはこんな感じ、こんな感じ。今これレイジ使ってないんですよ。だけど、タンホールからのダメージを拮抗するんですよ。回復と、攻撃が、回復とタンホールの攻撃がね。で、これでレイジジェムレベル9ですからね、まだ上があるんですよ。全然上あるんですよ。全然上があるのにこれですから。はい、クロスボウの攻撃なんか、へでもないですね。本当に。恐ろしくないですかこれ。で、後ろから今適当にルートライダーをガッツンと流し込んで、でヒーロー全ぶっぱしてますけど、まあ、ここですね、トームとか使ってない状態ですか。これ、まあ、トーム使ってレイジ使ったら全開いけたのかな、わかんないけど。ちょっとあんまり、そこから先のね、攻め方は吟味する気もなくって、結構雑にしました。これワンチャンいけそうですね。なんか、しっかりユニットを使えばね。しかもこれ、援軍に愛する、ゴーレム、3体入れてたんで、まあ、多分これラバハンドとかだったら普通にヒーローパートもっと伸びてたんじゃないかな。多分マルチインフェルノと、マルチ、なんだっけ、このアシャタワーにめちゃこの中心部で撃たれてましたからね。もうそれでもここまでいってるんで、この無限オデヒーやばくない。タウンホールの方に短期で突っ込んでいって、これですよ、やられるつもり全然ないでしょこいつ。というね、まあ、これぐらい恐ろしい無限オデヒー。まだこれ何度も言いますけど、レイジェムレベル9ですからね。上がまだまだあるんですよ。まだまだある状態でこれ。オーデンの底力。これからはもうちょっと、このおじいちゃんの時代ですね。俺間違いなくこのおじいちゃんの時代ですね。はい。というふうに思わざるを得ない、このパワーなんですけども。はい。で、ちょっとね。この無限オデヒーというか、もうオデヒーが強いよっていうんで、結局多分やることはみんな同じで、タウンホール狙っていくと思うんですよ。で、タウンホールを狙っていくときに、こう、レイジを使わずに、タウンホールの周りを削ったり、あと、まあ、シューターをね、打ち込めるような形を作るっていうところが、まあ、おそらくこれからの、使い方になってくるんじゃないかと思うんですけども、このシューターは、ちょっと、まあ、そもそもこのアーチャータワーからのダメージをもらうようなところに出しちゃダメだよね。何やってんだって話なんですけど。はい。まあ、この後ですね。この後に、やっぱルートライダーと組み合わせようって方がすごく多いと思うんですよ。だからそこに関するちょっと注意点の、おさらいというかね、になります。やっぱりね、納金でルートライダーを使っちゃうのはあんまり良くないよっていう話ですね。僕も今は割かしそういう頭になってます。新しいユニットなんで、まあ、使いたいっていうのもありますしね。なんだけど、ルートライダーを使って、まあ、オデヒーからのルートライダー本当に強いんですよ。もうこれは間違いなく強いです。間違いなく強いんですけども、それをやる上でちょっと注意しなきゃいけないことっていうのが、
相手のヒーロー処理ですね、これマジで注意しないと積んでしまうことが多々ありますので、とても注意してもらいたいポイントかなと思います。でそれも一応見越して、ストライカー3体投げてるんですね、ここで。でレイジ交換乗っけてるので、相手の、クイーンと、ロイちゃんはあっという間に倒すんですけども、奥側にいるこのキング、こいつが残っちゃうんですよ。で残ってしまって、まあ、真ん中に入ってるクイーンで倒してくんないかなっていう風に期待したんですけど、クイーンが中央部分に逸れちゃって、で外周は歩いてるキングはもう雑にウォールブレーカーすら持ってない状態なんで、壁を開けれませんと。でここにいるルートライダー3体がキングにボッコボコに殴られてやられちゃったっていう話なんですね。はい。でそこからさキルトライダーがいないから壁が開かず、ここが残っちゃったっていう攻め方になってます。あとはまあロイヤルチャンピオンはそもそもここでね、クランジョだとタウンホールかをシューターで壊しきれなかったツケを払ってるっていうのもちょっとね申し訳ないことを、彼女にさせてしまったわけなんですが、ということでね、注意しなきゃいけないポイント、相手のヒーロー処理マジでルートライダーを使う手目には気をつけましょうと。オゼヒーからのルートライダーきっとみんな使うと思うんですけど、そこを気をつけておかないと、あれなんでルートライダー消えちゃったみたいなことに本当なりかねないので、援軍処理 と、ヒーロー処理には気をつけて使ってもらえたらと思いますが、1本目見てもらってるのはタイタンの形で使うんであれば全然普通に強いので、天才タイタンの、グランドウォーデンにレイジジェム付きはマジでおすすめなんで試してみてもらいたいと思います。今までね、天才タイタンができなかった村が普通にできちゃうようになります。これはね、本気で強い。で、タウンホール15に置いて、天才タイタンってすっげえ対策をされてるんですよ。もう絶対やらしたくない。これやらしちゃったら、ほぼ全開取られちゃうっていうのがもうみんなわかってるんで、どの村もやらさない対策をしてるんですけども、今の環境、おでひでその天才タイタン対策殴り壊せちゃうので、やらない手はないっていうね、ところをぜひ、ついて皆さんこれバシバシ使っていってもらえたというふうに思います。はい、ということでですね、今日は、天才タイタンの中でもオデヒーですね、レイジジェムのオデヒー、ここの強さに関して、話をしていきました。これからぜひね、オデヒーからの新戦術の開発なんかもねやっていきたいし、またこういう戦術あるんすよって方がいたらぜひコメントください。マジでクラム伺って僕超見たいです、それ。はい、よろしくお願いいたします。そしてこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お忘れずによろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。